人だったことを忘れるぐらい雰囲気がとても良かったのでこの学校を選びました。将来は僕いじめにあったことがあっていじめ受けてる人とかをかっこよく可愛くして自信を持たせていきたいと思ってます。将来はもう絶対に海外で美容師として働きたいなと思っております。私は高校生の頃から髪色をすごくいろんな髪色してきてて、こうちょっと落ち込むことがあっても鏡に映る自分の髪色が可愛いとすごく明るい気持ちになって楽しいなっていう風に感じれたので、カットももちろんなんですけど、来ていただいたお客様にこう明るい気持ちになって生活していただけるような、その支えになれるような美容師になりたいなって思います。卒業生とかでその海外就職、まあ、オーナーとかを勤めている先輩とかがいらっしゃるので、そういう卒業生もいるんだったら絶対自分にもできるんじゃないかなと思ってるので、海外で働ける美容師を目指しています。まあ、僕人見知りなんですけど、まあ、先生と生徒の距離がすごい近くて、オープンキャンパスの時からもうその先輩と先生 その仲の良さがすごい良くて、まあ、僕もそうなりたいなって思ってこの学校に入学しました。授業も休憩の雰囲気もすごい良くて、いろんな派閥に分かれてる感じじゃなくて、もうみんな個人個人で仲いいし、そこに先生とか先輩とかも加わってみんなで仲いい感じがしてすごく楽しいです。当校では、就職をする際に海外で働きたいっていう子たちのサポートもしておりますし、あるいは東京とか就職したいっていう子たちのサポートも、全力でさせていただいております。3年生というのはですね、やっぱりスキルアップという構成でして、技術を身につけるということなんですけど、技術だけではないです。お客様に対してのカウンセリング、トーク力、実はですね、美容師にとって一番必要なのはプレゼンテーション力なんです。技術だと思われがちなんですが、美容師さんは技術を持ってお客様に提案をする、そしてその提案要望、これがですね、一番人気のある人がナンバーワンの美容師になっているんですね。美容にちょっとでも興味があれば、ぜひ ECC アーティスト美容専門学校いらしてください。少人数制の中であなたの良さを引き出したいと思います。Hi, I'm Akira Inoue from ECC Artist Beauty College. We have been waiting for you and I'm looking forward to see you guys. See you at the ECC!